国民を舐めてるとしか思えん。自民党幹部がこう激高する相手は、参議院議員の今井絵理子氏である。なぜ党内でこれほど怒りを買っているのか。実は今井氏は、3月28日の参院本会議から国会を欠席し、やっと公務に復帰したのは、約1ヶ月後の5月7日のこと。今井氏は休んだ理由を体調不良だったとしている。ところが、ここに来てある疑惑が浮上した。橋健と喧嘩して、同棲している家から追い出したそうです。そのストレスで休んだと、自民党関係者、橋健とは元神戸市議の橋本健氏のことだ。17年7月に週刊新潮で、今井氏との手つなぎ不倫が報じられた後、橋本氏は妻と離婚。市議も辞職した。その後、橋本氏は、今井氏の国会事務所に、政策顧問として出入りしており、以前、本氏の取材に対しても、橋本氏には公私ともに助けていただいているところです。今井絵理子事務所と関係を認めていた。橋健は事務所にも姿を見せておらず、ついに破局したのでは、と噂されています。前述自民党関係者、今井氏の事務所に、事実関係を問い合わせると、橋本氏が、今井氏の自宅や事務所へ出入りする頻度が、以前と比べて少なくなったことについては認めた上で、国会欠席の理由については、橋本氏とのいさかいが原因であるとの指摘は、事実に反しますと回答があった。今井氏の今後やいかに、